2本目の動画を撮ります。はい、2つ目はスクワットについて思うことなんですけど、スクワット、今家でやっているリュック担いだりしてやっている、自分ではフルでやろうと思うんですけど、フルスクワット、下まで下げてあげるっていうスクワットを3年半ぐらい前なんですかね、2019年の10月ぐらいから多分やり始めた、週5でやっているんですけど、スクワットに、まあその前にもスクワットとかはやりよったのはやりよったんですけど、そこまでがっつりっていう感じではなかったですね。だけど、正直、これ、スクワットが、一番体にダメージが、ダメージっていう言い方はあれなんですけど、一番効く、体全体に効くんですね。疲労感とかそういう意味とか、やってるんですけど、最初の方は、とにかくハムですかね、もも裏のハムストリングスの、筋肉、ところを意識しながら上げてましたね。これは、岡山にいる時から、意識してやっているんですけど、っていうのも、スクワットするときに足の前で上げたら、大体四頭筋が鍛えられるんで、足が遅くなると思うんですよね。遅くなるというか、鍛えれば鍛えるほど、で、めちゃくちゃきついトレーニングなのに、鍛えれば鍛えるほど足が遅くなったり、っていうのは嫌なんで、とにかくめちゃくちゃきついトレーニングだからこそ、やればやるほど足が速くなりたいんで、もも裏を、ハムストリングスを意識して僕はやってますね。デッドリフトも、こっち帰ってきてから青少年センターに多分3年ぐらい行ってたんだろうか。デッドリフトもめちゃくちゃきついんですよ。あれもハムストリングスとか背中の筋肉が鍛えられてる感じがあったんですけどね。だけど自分の感覚ではやっぱりフルスクワットが一番きついですかね。一番きつくて一番、ためになっているトレーニングっていう感じですかね。腹圧とかも体すべてを動員してあげないと上に上がらないんで、あと首とかもきてるんですね。こうやって担いでるんで、この首が前より強くなったような気がするんですね。あとフルの方が自分は良かったですね。青少年生きるときはフルじゃなくて、とにかく重たい重量で真ん中ぐらいまで下げてあげるみたいな感じだったんですけど、それもきついんですけど、やっぱりフルスクワットが一番きついですね。重量は上げられないんですけど、だから自分がスクワットで思うことは、普通の高さで上げるよりフルまで下げて上げた方がいいんじゃないかと思うのと、あと、もう一つは、これが一番大事だとは自分では思ってるんですけど、足の前より足の後ろのハムを意識しながら上げた方が、絶対自分のためになると思うんですが、目的は、目的にもよるんですけど、自分は速く走ったり、スポーツに生かしたいから、
そのハムで上げようとしてるんですけど、そのボディービルとか足の前とかの筋肉をすごく大きくしたい人は前を意識したらいいとは思うんですけど、うん、その2点ですかね。他にももっとあるとは思うんですけど、うん、以上です。ありがとうございます。